はい、どうもミスティカルチャンネルでございます。今日はですね、地震動画第4弾ということでお送りさせていただきますが、最近都市伝説系の YouTuber の方をはじめ様々な方が5月に首都直下型地震があるんじゃないかと動画を上げられていますが、大体の方がですね、5月11日、5月12日危ないということで上げられてるんですね。で、これはですね、確かにちょっと揺れましたけども、正直外れたと。だから5月はもう地震はないということではないと思うんで、これ上げさせていただいております。大体の YouTube 動画見てても数字の一致みたいなので上げてる方が多かったんですね。 9.11 のテロ、 3.11、 それに続いて 5.11 があるんじゃないかとかね、そして陰謀論として人工地震があるんじゃないかとか、そういった感じで言われてる方が多かったんですが、まあ面白いです。そういうのは面白いですけども、この時期なんであえて言わせてもらいますが、そういうのではないです。自然の前ではイルミナティも愚か、人間も無力です。ですからこれは自然の意志、神の意志で起こるんだろうと思っております。で、実際皆さんどうですか？5月揺れてますよね。で、これ日本国中いろんな場所で地震が起こってるという状態なんですが、特に長野県、岐阜県、年末から群発地震というのがずーっと続いてるような状態なんですよ。で、これは僕前にも喋ってますけれども、中央構造線という日本を横切るような断層があるんです。で、それは流脈とも呼ばれるんですが、この長野県、岐阜県という場所が分岐点に当たると。そしてここが揺れるということは、最終地点になる千葉、茨城あたりにストレスがぐん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 かかってる状態なんですね。それが実際に今起きているというわけです。そしてそれだけじゃありません。日本には4つのプレートが重なっている状態なんですけども、そのプレートの裂け目ですね、ここが今揺れてると。小笠原諸島しかり、そして千島海溝しかり、他の場所も同じです。だから危ないということなんです。ここまではですね、科学者の方でも言ってます。ここからは皆さんも夢物語として聞いていただいたらいいと思いますが、で、僕今年の初めにですね、力のある霊能者の方に今年は3つの災害があると言われたという話をしております。その方にですね、僕実は地震のことは5年前に聞いてるんですよ。なんて言われたかというと、東京に大災害がこれからあると思いますと。そして東京オリンピックもないのではないでしょうかと、こういう話を聞いておりました。その霊能者さんは数々の奇跡を起こしたり、予言というものを的中させたり、そして神様仏様とお話ができるというお役目を持った方なんですよ。もちろん人間的にもですね、非常に信頼できる方で、こう人から搾取したり計算で物事を言ったりするような方ではないと。その方から僕言われたもんで、その時はですね、動揺して受け止めきれませんでした。まあ簡単に言うと、ターミネーターのサラコナーみたいな状態ですよ。はあみたいな、やっぱり近い人に言いますよね。そしたらちょっと頭おかしいんじゃないかと、また言うとるわぐらいに聞いてたと思うんです。芸人ですからね、そこはもう面白おかしくていいじゃないかと思ってたんですけども、やっぱり心の中でこうちょっと病んでくるわけですよ。で、その時にですね、その霊能者の先生から言われたのは、ものさん、自分の力以上に人を助けようとする必要はないですと、まずは自分の身を守ってくださいと、こう言われたんです。とはいえね、できることは何かないかということで、何を始めたかというと、修行です。時には滝に打たれたり、険しい山登ったり、日渡りしたりしたんです。そして毎日お勤めをして聖地を巡礼すると、これをやってきました。だから5年前はですね、モノマネの番組を出て、ライブに出て、そして営業行ってね、ショーパブにも出演してとやってたんですが、どんどんそういう仕事がなくなっていってですね、ミスティカルな仕事がどんどん増えてきて、今はこういうことをやってるということなんですよ。で、今年に入ってその方に「4月5月危ないです」と「準備しておいてください」とこう言われました。その方はですね、1から10まで全部説明してくれる方ではないんですよ。それをすると人を依存させてしまうと、こういう考え方だと思うんですが、いうことで自分で調べたんですね。ですから人よりちょっとだけ知ってるんで、こうしてお伝えしてると。やっぱりね、具体的に知りたいじゃないですか。そこでですね、僕は今までいろんな媒体で取材をしたりとか、そういうのも含めて200人近くの当たる霊能者さん、占い師さんという人に会ってきたんです。で、その中でもこの人はすごいっていう方が何人かいらっしゃったんですね。で、その中でまあ一応 S さんとしておきます。仏さんを下ろすエナジーペンデュラムと的中率が非常に高いということで、僕は実際にその方に聞きました。で、今年大地震あるんですかと。そしたらですね、やはり5月が危ないと。具体的にいつが危ないですかと、ここまで聞いたんですね。一応言っておきますね。5月の24の晩から25日、そして5月の29日、5月の31日が危ないですよと。こういう話なんですね。その中でも特に大地震の可能性があるのが5月の29日です。で、これはですね、全然外れてくれたらいいんですよ。中にはですね、そんなの嘘だと、地震なんか来ないという方もいらっしゃると思います。ただですね、これから地震が起きる可能性というのは非常に高いわけですから、備えをしとくに越したことはないのではないでしょうか。実際にですね、SNS でも地震雲を見かけたとかね、そういうのが非常に多く見かけられます。そして東京湾ではタコが異常発生したり、今までいなかったトラフグが異常発生したりしてるわけなんです。こういう前兆とも言うべき現象が起きていると。もしこれ大地震があるとしてね、それが神の意志だとするのなら、どうせなら神様仏様にお願いをするといいのではないでしょうか。嘘か本当かは知りませんが、不思議なことはあるもんです。ミスティカルやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう。